演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。カルビーの47都道府県が代表お菓子、沖縄県代表タコライスを食べたいと思います。タコライス、確かタコスの具材を米の米のした料理ですよね。食べたこと、なんかそれっぽいの食べたことあるようなないような、まあ、とりあえずはちょっと赤々しい色ですね。では、辛いのかな、やっぱり。ではいただきます。これは辛い系ではないね。むしろトマトの酸味がさっぱりしていて美味しい。酸味刺激って言ったらいいかな。辛いのかなと思ったら辛さではなくて酸っぱさでしたね。噛めた瞬間にトマトの酸味がシュワッと口の中に広がってきて、ほんのり後からちょっと辛さが追いかけてくる、そんな感じでした。なのでトマトが好きな方にはぜひおすすめしたいポテトチップスですね。タコライスやタコスも食べてみたくなる、そんな味でした。ちょっとミートソースに近いような味わいでしたね。なので本当に先ほども言いました、トマトが好きな方にはぜひおすすめしたいポテトチップスなので、こちらのテイストとさせていただきます。さて、長くにわたり続いてきたカルビー47都道府県もいよいよラストスパート。あとは残すは一つ、関西ブロックのみです。さあ、キアミ最後までお付き合いくださいね。それで雷やロケットスタートいつかまで、まあ、雷確かに早いですけど、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。